ヘラクレスと握手するアンティオコスの像。中央の穴は後世に開けられたものネムルト3にある、アンティオコスの像アンティオコス一世、テオスディカイオスエピパネスピロロマイオスピルヘレンは、ヘレニズム時代のアナトリア半島南東部コンマゲネ、王国の王。ネムルト3奮母の築造で知られる、コンマゲネ王ミトリダテス一世カリニコスと、セレウコス長のアンティオコス八世の王女ラオディケの息子、父と、 母は和平のための政略結婚だった。アンティオコスはその知性を強力なローマ帝国への対処に費やしたが、結局ローマ帝国の属国になることは避けられなかった。新人部下用であり、ヘレニズム化されたゾロアスター教を信仰していた。信仰に関する数多くのギリシャ語秘文を残している。コンマゲネオは自らの祖先をペルシアとセレウコス朝の双方とみなしていた。 このためそのパンテオンも古代イギリシャとペルシアの双方の神々が混交したものであり、ゼウスとアンフラマズダが同一視されていた。アンティオコスの知性で最も有名な辞跡は、その墳墓でありパンテオンであるネムルト山の築造である。おそらくアンティオコスは一族の墓所であるその地に葬られた。アルサメイアにも父ミトリダテス一世のため、墓所権神殿を建設している。ありがとうございます。